ご覧のように笑顔が出ました。さあそして続く安藤美希、伊藤さん、彼女がジュニアの注目の選手ですね。そうですね、この先安藤美希選手を記憶に残して置いておくと、世界の中に必ず名前が上ってくる才能がありますね。さあ注目して見てみましょう。今年の全日本ジュニアチャンピオンです。今年の全日本ジュニアチャンピオン、注目の安藤美希です。現在名古屋の城山中学校の2年生、オリオンフィギュアスケーティングクラブに所属しています。まだ14歳ということで、今年のオリンピックと世界フィギュアの年齢制限にを見ますと、今年の7月1日に15歳あるいは14歳になってればなければいけないということもありまして、年齢的に出られません。これが3回転、さあトリプルルッツだ、トリプルループ、これがショートプログラムと同じ内容ですね。はい、もういとも簡単に止めてしまいますからね。まあ、世界的にも見ましてもこのコンビネーションは珍しい。ダブルアクセルからトリプルサルコ、本当にミスらしいミスというのはありません。曲は白鳥の湖。今年はスロベニアで行われましたジュニアグランプリシリーズのファイナルで優勝しています。まあ、とにかくジュニアというものの世界の舞台、世界の強豪が集まった中で優勝を果たしました。それとコーチが言っていましたが、こういったあの手足のラインというのは持って生まれたもので非常に美しいものがあると言っています。スピンで拍手をもらいました。こういう、まあ、あの曲と曲の間、まあ、ですね、そういうところはまだ少し荒削りなところがあると思うので、これから磨きをかけるところの一つですね。いわゆるシニアの大会、この全日本には初登場です。初出場、こういうつなぎの部分ですね。そうですね、これはストレートラインステップ。トリプルループ。ジャンプは得意です。そして中盤にもう一度難しい種類のトリプルルッツ。トリプルルッツ。とにかく体の線がまっすぐでして、こう倒れるということをね、感じさせませんよね。非常に綺麗なジャンプ。さあ曲もテンポアップしていきます。本人はもう今日は楽しんで滑りたいと言っていました。ダブルアクセル、さあ5種類目のトリプルジャンプ、トリプルフリップ。場内からも拍手。技術的にはもう今トップ、はい、あのスグリ選手とか荒川選手、はい、よりはもう難しい技術を本番で決めてきますよね。安藤美希のフリーの見事な演技、全日本シニアのデビュー戦、まだ中学校2年生、いやこれがジュニアでしょうか。素晴らしいフリーの演技を見せてくれました、ね、こういう大舞台でジャンプを確実に試合で決めてくる強さは、はい、池が楽しみですよね。
さあジャンプ振り返りましょう。これが珍しいコンビネーション、トリプルルッツ。これこのループというのはフリーレッグを前に飛ばない、降りランディングしなければいけないので、難しい種類とされています。それからダブルアクセルからトリプルサルコ、ランディングスとても器用ですよね。はい、まあ、とにかく年齢的なものもありましたね。あの冒頭にもお伝えしましたが、まあ、オリンピックには今回出られないというような制限があるわけですけどね。さあしかし得点がどうなるのか非常に楽しみです。右が小塚コーチ。まあ、あの名古屋出身ですけれども、日頃東京 新横浜で杉里さんとか荒川さんとも一緒に練習してますからね、あの揉まれてきていますよね。まあ、そういったあの関東地方に出てきてからはその佐藤コーチにもね面倒を見てもらっているということですが、現在はトップが鈴木明子、2位が若松歌子、3位が林一恵というふうになっています。さあこの安藤の後に荒川が控えます。そして締めくくりはすぐにということになります。さあ得点です。まず技術点、おーという声が出ました。まあ、5種類プラス3回転3回転、そして種類の難しいのを2回入れてますからね、はい、5.6 が出ました。さあ表現力はどうですかね、これが課題ということになりますね。表現力少し下がりました。あ、厳しいジャッジは 4.8 ですが、一番下が順位ということで、これで安藤のフリーが現在トップ、ショートが3位、総合でご覧のようにトップに上がってきました。安藤が1位につけています。さあ続いて次に荒川、そして最後